来年度一般会計予算の概算要求の総額が100兆円の大台を初めて超え101兆7000億円程度になることが明らかになりました今年度当初予算をおよそ6%上回ります財務省は今日各省庁からの概算要求を締め切り査定を本格化させます 兆円ですはいさん、はい、各省庁からのこの予算の概算要求総額、今日締め切りなんですが、まあ、総額が過去最大の101兆7000億円、まあ、これから査定本格化させますが、まあ、医療や介護などの社会保障費、それから国際費が増大する中で、まあ、年末の予算案決定に向けて、財務省と各省庁との間でこれから工房が展開されます。でで各省省庁のの要要求求額額見ますすと国土交通省は要求額は6兆億円近くなんですがこのうち公共 事業費が、えー、大体6兆円やはりあの、地方創生などのほかですね、防災・減災対策、この水害などもありましたし、それからインフラの老朽化、この対策などに国土交通省は重点を置いています。それから防衛省を見ますと、予算額、要求額は3.5%増えまして、過去最大の5兆円、5兆545億円を計上しています。 それから海上保安庁を見ますと、まあ、尖閣の領海警備などでジェット機それから巡視船を新たに建造しようということで過去2番目に多い2040億円余りを要求しているという状況なんですね。でこうした中イギリスの経済誌のフィナンシャル・タイムズは28日付の記事でアベノミクスの矢的に当たらずという記事を掲載しておりまして3本の矢は実際には円安政策の1本しかないとでその円安も、まあ、生産拠点の海外移転などで効果は上がっていない こう分析しておりまして安倍総理についても未来につながる政策よりも軍事的な復活に強い関心があり真の改革者ではなかったと、まあ、このような記事をイギリスのフィナンシャル・タイムズ載せているんですねあそれに対して田村さんどういうご意見ですか。はい、あのーはい まずその政府の予算が,です、ね、それが増えるということは、はい、私はまだ日本が十分にデフレから脱却しているとは思えませんので、やっぱり公共事業を拡大するしかです、ね、デフレから脱却する道はないから、まあ、予算規模が大きくなるのはしょうがないと思うんです、えー、でそういう中で、あのー、この20年で,です、ね、競争入札が徹底した結果、えー、建設会社は3分の1潰れたんです、日本 建設関係労働者は180万人が建設現場から離れちゃったんですね。で、この国土交通省がどっと投入しようとしてもね、受け皿が今、あんまりないんですよね。だからそういう中で、あの景気回復に貢献できるのは、 あの防衛費の拡大なんかは、私はあの景気回復にも同時に貢献して、日本の安全保障を確実なものにすると思いますんで,です、ね、あのいいんではないかと思います。で、防衛費を増やすということは、中国とかに対して、日本が国をきちんと守るぞという意思表示をすることになりますよね、抑止力があの極めてあの向上されるんではないかというふうに私は思いますね。はい、日本は今までずっと、まあ そういうふうなってね、いわゆる軍事力、を高めてきて。で、今、その対中国とかに対して、その。実際問題のですね、その力関係というのは、どんなものなんですか。あの、中国の軍事力があたかもですね、アメリカと並ぶほど強いように、まあ。あの、報道されますよね。評論家、なんか、の人たちも、そう言いますよね。まあ、実際は、十対一ぐらいだと思いますね。どっちがどっちですか。アメリカが十で、中国が一ですね。あ、そんなもんですか。あ、当然ね。 圧倒的に差があります日本と中国は日本と中国は1対1ぐらいですよ。1対1。だから中国の軍事力はものすごく強くて、戦争したらひとたまりもないから、戦争になったら大変だから、大人の対応、冷静な対応してね、戦争にならないようにするんだと、日本で言われますよね。だけど、私は中国とかに対して大人の対応とか冷静な対応はだめだと、それはこの30年間、ずっとそうやってきたわけですよね。 向こうが何か言えば日本が譲って、一歩下がってそ、うんそ、そういう問題を解決した。これがじゃあ日本にとってどんどん状況が有利になるかとならない。うん、どんどん不利になりますよね。はいはい、私は中国とか韓国に対大使は、ね、子供の対応しなきゃだめだと思うんですよ。 あのやってきてあの支配できるのかってできませんから今の中国の軍事力は絶対できませんあと10年は全く心配ありませんから大丈夫ですこれはね、うん、私がこう言うと公式にはアメリカも否定するかもしれませんでも私の言ってることは多分正しいですから皆さんありがとうございました田上俊夫さんでした。